ポートレース徳山の水面では今日から創刊55周年記念九州スポーツ杯争奪戦が始まっています。初日の攻防もモーニング予選フォース第4レースまで進んできました。4レースの対戦メンバーは1号艇福岡の古澤光則、2号艇兵庫の加藤翔馬、3号艇香川の深川和人、4号艇大阪の野間大輝、5号艇福岡の倉尾大輔、6号艇山口の品川日華。以上の6名です。枠なりに作戦行動、6号艇品川が定段からやや離れています。人気を集めてインに入ってくるのが1号艇の古澤光則です。3月には芦屋で優勝ゴール、そして前走地唐津でも優出してここ徳山に乗り込んできました。1号艇古澤、まずは陰線です。今日は12レースとの2回乗り。2コースには人気対抗2号艇加藤翔馬です。3コースに3号艇の深川和人、7月からの永久復帰も見えています。4コース角市4号艇野間大輝、5コースは5号艇倉尾大輔、大外に地元6号艇品川日華。今季はすでに F2 と苦しい戦いになっています。3対3でインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びスタートしました。1番、3番、4番がわずかに覗いたスタートから出ていきます。伸ばしていく1号艇の古澤、1マークの旋回、逃げる1号艇古澤をまくる3号艇深川、そして2番、4番とバック側、先頭は1号艇古澤残しています。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の古澤です。まくって攻めた3号艇深川、そのすぐ後ろに4号艇の的、外から2号艇加藤が追いかけて、これから2マークの旋回です。トップで1号艇古澤、2番手3号艇深川の外を送る2号艇加藤、内側から4号艇の的挟み撃ち。さあ2番手は4番、3番、2番と3艇並んだ状況になりました。レースは2周目、先頭だけは1号艇古澤が抜けています。そして2番手は4号艇の間、3号艇深川、2号艇加藤の接戦。2周目1枠2番手は4号艇の間に対し、握る2号艇加藤、指しては3号艇深川。バックストレッチ2番手は2号艇の加藤がリードを奪っています。3番手は3号艇深川対4号艇の間の接戦、今度は3番4番の3番手争いとなってきました。2周2マークの旋回、先頭1号艇古澤、2番手2号艇加藤、そして3番手争いは3号艇深川が先に回ってきます。切り込む4号艇の野間、3番手は3号艇の深川がわずかに前。現在上位3艇は1番2番3番、2艇審査の4番手4号艇野間、その後ろは離されて5号艇倉尾、6号艇品川です。3周1マーク、1号艇古澤、2号艇加藤、3号艇深川と回っていきます。3周バック上位体系は1番、2番、3番です。2連単1、2の組み合わせ 1.6 倍、3連単1、2、3で入れば 2.7 倍となっています。このままだと大人気の決着となりそうです。人気に応えた先頭は1号艇古澤光則、続いて2号艇加藤翔馬、3号艇深川和人、しっかり3番手を守りました。1、2、3で間もなくゴールです。先頭1番古澤五輪、2番加藤五輪、3番深川五輪、4番野間、5番倉尾、6番品川五輪。ただいまよりスナッチ特賞第11レースを行います。対戦メンバーは1号艇福岡の三河隆明、2号艇大阪の早川久人、3号艇香川の石丸海人、4号艇山口の高岡龍也、5号艇兵庫の加藤翔馬、6号艇広島の大原義政。以上の6名です。6艇まだバック側、1、2、3、4、5、6と枠なりに並んでいます。午前中に比べるとかなり風が緩んできています。穏やかな水面、インを伺う1号艇三河が人気の中心となっています。当地徳山は3月にも走ったばかり、その時は予選突破準優まででした1号艇三河、今日の前半は4着です。2コースには2号艇早川久人、3コースが人気対抗格3号艇石丸海人、優出した2019年8月以来の徳山です。近況は G1 優出もありまして好調、前半は逃げて白星発進。4コース角市は当地のフレッシュルーキー4号艇高岡龍也、
5コースに5号艇加藤翔馬、そして大里6コースは今回徳山初登場6号艇大原義政、デビューからもうすぐ1年となる126期生。3対3で1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3番4番がわずかに覗いたスタートです。1番2番も好スタートを決めて出ていきます。1枠の攻防へ逃げる1号艇の三河、左数2号艇早川、まくり出しは3号艇の石丸、バック側3番1番の突破争いとなっています。スタートは前提正常でした。直線コースまくり出した3号艇石丸がへさき出しています。アウトから1号艇三河、さらには2号艇の早川も食い下がって、これから2マークの攻防です。先前は3号艇の石丸、内をつこうと2号艇の早川、刺して1号艇三河、先頭は3号艇の石丸がリードを奪っています。トップ3号艇石丸海人、2番手1号艇三河隆明、3番手は2号艇早川久と、2番手3番手はまだ定間2停進ほど、これから2周目1マーク。トップは3号艇の石丸、2番手で1号艇の三河、そのうちを攻める4号艇高岡、握る2号艇の早川、両者を振り切って1号艇三河が2番手です。3番手は2号艇の早川に一定審査、4号艇の高岡が迫っています。さらに後ろは5号艇加藤、6号艇大原と続いて2周2枠へ。先頭は独走3号艇の石丸海人、続いて1号艇三河高明、3番手2号艇の早川、5番をかわして刺してくる4号艇の高岡は一歩及ばず、3番手は2号艇の早川です。上位3艇3番1番2番、後続は4番高岡、5番加藤、6番大原で、これから3周1枠。先頭はまくり差し決めた3号艇石丸、続いて1号艇三河、2号艇早川が3番手、打ち攻めた4号艇の高岡、3番手は2号艇の早川が守っていますが、今度は5号艇の加藤が接近中です。3番手4番手定間詰まってきました。2号艇早川を追いかける5号艇の加藤、これからラストターンマーク。先頭は今日連勝へ3号艇の石丸、続いて1号艇三河、3番手2号艇早川の外全速ターンで5号艇の加藤、さあ最後の直線2番5番並んでいます。先頭3番石丸ゴールイン、1番三河ゴールイン、2番早川と5番の加藤は接戦でゴールイン、4番高岡、6番大原ゴールイン。